ハディセ、本名ハディセアチュクニョズは、ベルギーモル出身のトルコ人の R&B、シンガーソングライター、司会。TMF の受賞者で、ユーロビジョンソングコンテスト2009のトルコ代表である。2005年、ハディセは、デビューアルバム、スウェットを発売した。アルバムからは、ミルクチョコレートガール、バッドボーイ、スティアメアップなどの5つのヒットシングルが生み出された。特に、 スティアメアップによってハディセはトルコで緊張賞を受賞した。ハディセはついでセルフタイトルのアルバムハディセをベルギー、トルコの両国で発売し、A Good Kiss、デリオグラン、マイボディ、エイスカリックのヒットシングルが生み出された。ハディセは3番目のアルバムを制作中であり、またユーロビジョンソングコンテスト2009に楽曲ドゥンテックテックで トルコ代表として参加するための準備を進めている。ハディセは同大会にトルコ代表として参加する初のトルコ国外の生まれの歌手である。ハディセの作風は R&B とトルコポップ、ダンスミュージックを混ぜ合わせたものである。ハディセはまたリリシストであり、その歌詞は高い評価を得ている。ハディセはベルギー。 アントウェルペン州のモルにて1985年10月22日に生まれた。彼女の両親はチェルケス人の血を引いており、トルコのスイバス出身でベルギーに移住し、モルに定住した。ハディセは二人の姉妹と一人の兄弟がいる。ハディセの名前は出来事を意味している。ハディセの祖父は彼女の姉にこの名前をつけることを考えていた。 ハディセは幼い頃から音楽業界でキャリアを築くことを望み、16歳でプロの歌手になった後も教育を受け続け、マーケティングで学位を取得した。ハディセはトルコ語、フラマン語、英語、フランス語、ドイツ語を話す。ハディセは2003年、17歳の時にフランドルのアイドルシリーズ、イデュル2003への参加によって知名度を上げた。ハディセはこの企画に参加した後、 彼女の才能を認められてレコード会社から契約のオファーを受けた。2006年のベルギーでのコンサートにて、イデュル2003への出場後間もなく、ハディセ・ワニ・ブレインレコーズのマネージャーヨハン・ヘンドリックスから連絡を受けた。ヘンドリックスは、ハディセのパフォーマンスに感銘を受け、レコード会社への契約を持ちかけた。ハディセのデビューシングル、スウェットは2004年11月に発売され、 ウルトラタップ50で14位にまで上った。ハディセはさらにシングルスティアメアップを出し、トルコとベルギーの両国で人気を得た。ハディセはシングルミルクチョコレートガールを発売した。同曲はハディセのデビューアルバムからの最大のヒットとなり、ウルトラタップ50では13位まで上った。デビューシングルの発売から一年後、二千五年十一月にハディセはデビューアルバム スウェットを発売した。このアルバムには、リブガイヤールとの共演も収録されている。ハディセは、ポップスターズの司会を務めた。同番組は毎週平均で2000万人ほどが見ており、ハディセにとって大きな成功となった。ハディセは2枚目のスタジオアルバムの制作を2007年の12月から始めた。アルバムは、トルコ、フランス、ベルギー。 イタリアなど多くの国々で録音された。ハディセはリードシングル A Good Kiss を2007年の10月に発売した。このシングルはハディセのシングルとしては6枚連続のウルトラタップ50ランクインとなった。この曲はまたトルコでも成功しトルコのビルボードチャートに初めてランクインした。この曲アートにセゼンアクスによってトルコ語化され2008年の夏に トルコのクラブで最も使用された曲となった。ハディセはさらに2つのシングルをベルギーで発売した。このうちマイボディはハディセの最もよく売れたシングルとなり、他方でマイマンザデビル、オンヒズ・ショルダーはハディセのシングルでは初めてウルトラタップ5 2ランクインせずに終わった。2008年ハディセはセルダル・オルたちのアルバムネフェス収録の ダスマンに共演した。同年7月、ハディセは、アメリカ合衆国訪問で、ケビン・フェダーラインに会い、将来のアルバムに収録するための楽曲を制作した、ことを明らかにした。ベルギーの視聴者に向けたハディセの新しい映像では、ハディセは次のアルバムには、都会的なビートを取り入れ、またブリトニー・スピアーズや、ジャスティン・ティンバー・レイク、アリシア・キーズ等の有名歌手の仕事をしたプロデューサーを、 起用するとした。2008年10月、ハディセは、X ファクターのベルギー版の司会を務めた。ハディセは2007年、友人のケイトライアンが、ユーロビジョンソングコンテスト2006に参加して決勝に、進出できなかった時、自分は、ユーロビジョンには参加しないと言明していた。しかし2008年、ハディセは、トルコ代表として、同大会に参加したいと述べ、 2008年10月24日、ハディセがトルコ代表としてユーロビジョンソングコンテスト2009に参加することが明らかにされた。ハディセは各種のオンライン投票でトルコ代表に押されていた。2008年10月の末にトルコでユーロビジョンの放送などを担当するトルコ国営放送の部長イブラヒム写真はハディセが TRT による投票の結果、 トルコ代表として選ばれ、これに基づいて、トルコ国営放送は、ハディセをトルコ代表として大会に参加させることを決定したと述べた。ハディセは、ユーロビジョンソングコンテストに参加する曲についてすべて自分で判断した。ハディセは、作詞者、作曲者、プロデューサー、そして歌詞を英語とすることを決定した。そして、トルコの新聞サバーによって、 トルコ国営放送に3曲を候補として送ったことが明かされた。ハディセはベルギーの新聞に対し自身がベルギーではなくトルコ代表として大会に参加するのはすでに自身がベルギーで多くの賞を受けていること、そしてユーロビジョンがベルギーではもはや人気ではない一方、トルコでは高い人気を持っていることを挙げた。またトルコ代表を決める方式が 電話投票ではなく内部選考であることも彼女がトルコからの参加を選ぶ要因であったとしている。ハディセがベルギーではなくトルコから参加することを決めた理由として金銭取引があったのではないかとする噂があった。しかしハディセはすでにベルギーでは多くの賞を受け多くの成功を収めておりトルコでの成功のためにトルコからの参加を選んだことを表明している。 2008年12月31日、大会に参加する楽曲は、ドゥンテックテックであると公表された。2009年2月の初頭から、ユーロビジョンでのプロモーションのために、ハディセはヨーロッパ各国を回った。このツアーは2月5日にマルダで開始され、ユーロビジョンの準決勝が行われる1週間前の5月5日まで続く。2006年、ハディセは2000万人の視聴者がある。 テレビ番組、トゥアキア、ポップスターの司会を務めた。2008年から2009年にかけて、ハディセは、初めてベルギーのテレビ番組の司会の仕事を得た。彼女は、VTM で放送される、X ファクターのベルギー版の司会を務めた。これは、ハディセの初のベルギーでの仕事であった。ハディセは、生中継の中で審査員の一人が企画を去る、危機的な状況をうまく仕切った。 ハディセは X ファクターの参加者を支援したことについて彼らから感謝を受けている。ハディセは二つの映画への出演を拒否してきた。一つはトルコの映画の主演であった。この映画についての詳細は知られていないが、二人の姉妹の物語であり、うち一人の役をハディセに持ちかけられたものとみられる。2008年7月、ハディセはトルコのコメディ映画への出演の依頼を受けた。 ハディセはこれまでに二度映画の出演を否定してきているが、なおハディセはこの映画の役を担っていると考えられ、また彼女が映画出演に興味を持ち、これを引き受けたとする見方もある。ハディセは、私生活について堅くなに秘密主義を貫き、特に交際関係については明らかにはされていない。これについて、ハディセがトルコ系の民族的背景の中で育ったことによると、見られている。 彼女の交友関係に関して依然こうにはなっていない。ハディセの人種的なイメージに関する批判があり、トルコ人の一部はそれを素晴らしいと考えるが、一部は旅を越していると考えていると言われた。ハディセはデリオ・グランのビデオクリップについて批判を受けた。ハディセと男性モデルによる映像がインターネット上に流出し、トルコのメディアの一部はこれをあまりにエロティックであると、 避難した。ハディセは、後に、ビデオのシーンの一部を、ビデオから取り除いた。この映像への反応に関して、MTV トゥワキアから感想を求められたのに対し、ハディセは、コメントを避けた。ハディセは、クリスティーナ・アギレラ、ジャネット・ジャクソン、アリシア・キーズ、マライア・キャリーラを称賛すると述べている。ハディセの楽曲は、トルコの音楽にも影響を受けており、ハディセの音楽は、 双方の影響を根拠した特徴的なものとなっている。トルコの音楽とのアーバンミュージックの影響のミックスの例としては、スティアメアップやバッドボーイ、エイグッドキス、ドンとアスクなどがある。以下は、ハビセが受賞、あるいはノミネートされた賞の一覧である。ありがとうございます。